台湾のバナナの北イワンバナナは台湾で栽培されているバナナであり、台湾は熱帯植物であるバナナの商業生産地としては北限に位置する。台湾はバナナ生育の条件である気候的には寒く、フィリピンでは8ヶ月で収穫できるのに、台湾では収穫まで12ヶ月から13ヶ月かかるものもあり、促成栽培でなくじっくり成長するため味、香りが濃くなる。 台湾は小さい島だが、標高4000メートル近い山があったり、熱帯地域があったり、北と南では気温も違い、均一な気候風土ではない。また、台湾は台風、銀座とも呼ばれ、毎年多くの台風が通過し、バナナ畑にも被害を及ぼす。台湾が日本の統治下にあった時代に、日本人が現地の農民に日本の果物の羽境記である春先から、 初夏の時期に合わせて出荷できるようにバナナ栽培を指導していた。同じ台湾バナナでも時期によって色、形態が微妙に変化する。1月中旬から3月中旬は東昇と呼び、3月中旬から4月中旬は花竜胡昇、4月中旬から5月中旬は黒川春昇等々。名前のように緑が濃く黒い皮のようなバナナや白い皮のバナナ。 頭が丸く大きいバナナ、先が尖ったバナナといった違いがある。民進時代に中国の福建、関東から台湾北部に移植され、その後中部の平原地帯に移り、日本統治時代に中部の山間地帯や南部の平地などへと拡大していった。それに伴い20世紀初頭より海外輸出が始まり、第二次世界大戦まで盛んに行われたが、戦争勃発により、 食料作物栽培に転換し、1940年代初めには、日本の米国増産計画の実施によりさらに、衰退に向かった。1910年には679ヘクタールだった。栽培面積は、ピーク時の1936年には21,850ヘクタールと32.2倍に拡大したが、戦争により減少し、 1945年には5687ヘクタールと最盛期の4分の1程度まで減少した。生産量は1937年がピークで1910年の35.8倍に増大していた。戦後、台湾政府と成果生産団体は積極的にバナナ農家へ増産指導をし、1950年に対日輸出を回復してからは、 生産量が激増1960年代半ばにピークに達したが1972年の日体の国交断絶以降輸出量は減少した。今も昔も生産量が少なく高級品として珍重されるバナナである。1902年に台湾日本間の高校船西京丸と大中丸の船員が数キロのバナナを 神戸港の浜富士商店にたびたび持ち込み、同店が販売したのが台湾バナナが日本の店頭に登場した最初である。1903年、日本郵船会社のと、島金次郎とキールン商人の来生発によって、日本に初めて台湾バナナが輸入された。当時の日本は、冬季のみかんから、カキのスイカまでの間の果物需要を満たす果実が少なく、台湾バナナは、 日本人好みに品種改良が行われ、次第に日本の食卓へと浸透していった。台湾総督府もこの新たな特産物を奨励し、1924年には、半官半民の台湾製菓株式会社を設立。流通を担い、1937年に台湾バナナの出荷がピークを迎えたが、第二次世界大戦の勃発により、戦時中、 台湾バナナの出荷量は激減した。戦後、まずは GHQ 向けに出荷が再開され、その後は民間向けにも再び日本への出荷が始まったが、当時の日本政府は外貨不足から輸入割当て制度を行っており、その総量はなかなか回復しなかった。一方では、依然として高い消費需要があったため台湾バナナは値上がりし、特に上質の台湾バナナは 料亭やホテルに買い占められていたため、1955年頃まで台湾バナナは高級品の位置づけにあり、庶民が上質の台湾バナナを購入できるのは見舞いなどの際にほぼ限られていた。現代でも台湾バナナを販売する店が少なく、フィリピン産のバナナと比べて3倍程度の価格で販売されている。台湾バナナはたびたび台風の直撃を受けたことと、 1962年にこれらが流行ったことにより出荷量がさらに減少するが同時期にエクアドルが日本市場に売り込みを開始し一時は市場の8割を占めるまでにエクアドル産バナナが台湾バナナのシェアを奪っただがエクアドル産バナナは長距離輸送と管理において台湾バナナに品質の面で大きく 水を開けられており、台湾バナナは1967年頃に再び、シェア8割を確保するようになった。一方、1974年になると、フィリピン産バナナが台湾バナナの前に立ちはだかった。1967年頃のフィリピン産のシェアは2%台だったが、日本の商社が大規模生産を開始し、1973年には約5割。 1974年以降には7割のシェアを奪うまでになる。品質は台湾バナナに及ばないものの輸送距離の短さによる品質劣化が少なかったことがフィリピン産バナナの躍進につながった。しかしバナナの消費大国だった日本ではこの時期急激にバナナの消費自体が減少していく。これには経済成長と輸送技術の進歩、収穫期をずらして 果実を収穫できるハウス栽培の一般化によってバナナ以外にも果実の選択肢が広がったことが原因として挙げられている。2007年の台湾バナナの市場シェアは約2%となっている。2008年11月時点では0.9%まで減少した。バナナは再び健康食品として注目を集めており消費は増加傾向にある。 特に高品質の台湾バナナは健康やダイエットを求める消費者の思考に合致するものとして近年売り込みを行っており大規模ショッピングセンターなどでは台湾バナナはラインナップの一つとして定着しつつある。ありがとうございます。